どうも TQQ です。今回シークレットラボさんにゲーミングチェアオーバーウォッチ仕様をいただいたので紹介していきたいと思います。このゲーミングチェアですね、賞を受賞したことがあるすごい椅子らしくて、かなり高級感があってかっこいい。触った感じもなんていうんやろ、普通の椅子と違ってしっかりしてる。100万人がこのゲーミングチェアに満足してるらしい。組み立ては簡単で30分程度で完成しました。でこちらが完成した椅子なんですけど、めちゃめちゃかっこよくないですか。この腰とかに多分置いて疲れにくくするやつやと思うんですけど、これもねすごいぷにょぷにょっすね。これが正面なんですけど、オーバーウォッチのロゴがここの正面に入ってます。まあ、オーバーウォッチ大好きな、まあ、自分としてはかなりテンションの上がるデザインとなってます。背面にもロゴがありまして、これはい。ほんでこの椅子はリクライニングもできて仮眠するのにもいいのかもしれません。今回このオーバーウォッチ仕様のゲーミングチェアでオーバーウォッチをプレイしていきたいと思います。どうぞ。いや、しかししっかりしとんのこの椅子は。座ってる感じがもう結構どっしりどっしりしとんよ。この真ん中の軸が、体幹がね、これがプレイに影響出てくる可能性はあるよ。軸だ、なんかジャンクラかな、ジャンクラいるよね。え、今の俺のせい。オッケー、あ、やばい、これよ。あ、もう使うかな。お、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 燃えてきたぞ。この椅子のおかげですわ。燃えてきたわ。風切りない、溶かすか。この上にいるで。ほーらい、椅子っていいんやな、大事なんやな。待って待って、結構ロー、結構ローやけど。しんどめ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 、これ。お、めっちゃ狙われてるわ、俺すごく狙われてる。ジャンクラロー、ジャンクラロー、ジャンクラロー。よいしょ、ナイス。ジャンクラーここおんねんな多分。やべえ、ワンパン狙ってきた。使ったな、でも使った。ここはあっぱ、あぶねえ。大丈夫やろ。うーわい。ということで今日長い時間この椅子でゲームとか仕事してたんですけど、全然疲れない。あとはやっぱりかっこいいから見るたびにテンションが上がります。俺的には最高のゲーミングチェアだと思います。気になった方は概要欄にリンクがあるのでぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。